阪神さん、阪神タイガースさん、あんたら悪魔っすか。昨日サイクルヒットまで渡してくれて、気持ちいい最高の思いさせてくれといて、急降下ですやんか。マジで DV からしの言い方です。あんたらの上位打線、近本、中野、サンズ、近本5打数3安打1本ホームラン、中野5打数2安打3打点1個の盗塁、どんだけ盗塁決めんねん。サンズ、やばい。はい、やばい、特大ホームラン、確認してください。はい、どうも、メントスクワード、ナオトでございます。本日もね、DNA の振り返りの動画、撮っていきたいなというふうには思います。昨日、本当にサイクルヒットを、打ってしまして、最高の試合だったんですけども、本日の試合も勝って、勝ち越したいという試合だったんですけども、結果を申しますと、バカバカにされました。はい。はい、本当に急降下です。やってやれないっす。勝ってほしかったということで、いつも通りね、選手の活躍を見ていきたいなというふうには思います。選手の活躍はこんな風になっております。はい、そうですね、打線は、オースティン選手が復帰しまして、4番入って即ホームランということで、化け物ですね。それ以外は、桑原選手、1本ヒット出たんですけども、ちょっと守備面でこうした心配かなというふうには思ってて、もともとやっぱイップスっていうところもあるんですけども、送球面がバタバタしていたりだとか、なんか目測を今日も誤るというシーンがありましたので、やっぱ桑原選手といえばね、やっぱ12球団ナンバーワンクラスの守備なんですけども、こうしてもね、やっぱ守備指標的に見てもね、マイナスを行ったり来たりというところもありますので、そこまでね、振るわないというところもあるので、ちょっと守備面はね、桑原選手には考えられないんですけども、心配かなと思うところもあります。守備面で言えば、仙台ライン、伊藤光選手ですよね。この3連戦はね、阪神に4盗塁されまして、その中でも中野選手に3盗塁というところで、今日も1球外したけども、悪い送球があって、一定盗塁されたというシーンもありましたし、非常にやっぱ伊藤光選手方っていう点がね、弱くなってきているので、ちょっと阪神戦はね、やっぱ中野選手、近本選手を筆頭に足でかき回してくる選手がいるので、やっぱ阪神戦は特に山本選手を使った方がいいんじゃないかなというふうには思うんですけども、ちょっと伊藤光選手、守備面でかなりしんどくなってきたなというふうには思います。それ以外の選手はね、森選手三振がありましたけども、よくフォアボール選んでくれたなっていうところと、宮崎選手も2安打というところで、牧選手もね、1本ヒット出ましたし、部長の前ガンティ選手めちゃくちゃ良かったっていうのもあるので、これ以上は言うことないかなというふうには思います。途中出場選手もね、倉本選手にタイムリーヒット出たりだとか、三田選手ゲッツーあったんですけども、楠本選手もポテンヒット出てヒットあったりだとか、そういうところがあったので良かったんじゃないかなというふうには思ってます。投手リレーの方なんですけども、先発の坂本選手、阪神戦に非常に強いというところで、甲子もね、勝っているというところなんですけども、今日はちょっとやられてしまったなというところがあります。サンズ選手にホームランを打たれてしまったりだというところで、今日は、5回投げ切れずという感じで、4回5失点という投球内容でございました。リバウンド以降の選手もね、桜井選手は2イニングまたいでしっかり抑えてくれたんですけども、平田選手が打たれたりだとか、伊勢選手もね、3連投というところで、酷な内容のピッチングだったかなっていうふうには思うんですけども、打たれてしまったりというところで、リリーフの選手もちょっと打ち込まれてしまいましたので、そこは心配まではいかないんですけども、平田選手ね、シーズンはあんまり安定感というところが欠けますので、2軍の選手入れ替えっていうのももしかしたらあるかもしれないというふうには思ってます。はい、最後にね、メントスワード選手を決めまして、今日の動画はね、終わっていきたいなというふうには、思っております。今日のメントスワード選手はですね、復帰戦初すぐホームラン、大瀬選手ぜひね、入っていきたいなというふうには思っておりますので、メントス監督おめでとうございます。はいね、今日はこんな感じで終わっていきましょう。阪神3連戦、非常にやっぱ濃くというかね、しんどい3連戦でございました。なんといっても、ね、本当にね、小島の上位打線のね、火力、爆発力というものをね、本当に思い知らされた、3連戦だったのではないでしょうか。ということで、明日からはね、ヤクルトとの3連戦が始まりますので、きっちりと前やられた岡川選手にやり返しの方をしていきましょう。はい、ここまでご視聴ありがとうございます。よければチャンネル登録、高評価、コメントの方よろしくお願いいたします。いつもね、こんな感じで撮っておりますので、またね、見てください。それではね、お疲れ様でした。さらばバイバイ、堪忍してね。夢を運ぶ一振り。
君が刻むヒストリー、青く光る彗星、腕を平らをして、ゴーゴー TA!